まちゃんです。まなみんです。あれ中地さんいない。どこ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 、あれあっち右じゃない。中地です。あ、いた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 これ今やってやつなんかどうかわからんけど、いいです、大丈夫ですよ。ですか、これ見て、これ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 屈斜量てっての上り作ったよ。ハピネスラインケアにも遊び心を、なんておしゃれな、なんておしゃれな。隣にあのハーツさんの新しい上り、かっこいいですね。これも新しく作りましたよ、ね、これがあるということは、はい、ということは、はい、あ、キャラバンちゃん、キャラバン、これ一番小さい小型のキャラバンですよ、はい、うん、でも8ナンバー、8ナンバーです。特殊車両です。お、何が特殊なの。変身するんじゃない、もしかしてそれあのトランスフォーム、うちのトランスフォームやね。あ、でも近いところはある。おお、ハピネスラインシリーズカスタム福祉車両、知ってる、知ってるやろ、もう覚えたやろ、知ってますよ、ハピネスライン、ね、マナミ、ハピネスライン、ちょっと覚えました。ハピネスラインって言ってなんかケタケタ笑ってる人一人おったけど、たまちゃんだ、私か、懐かしいな、なんか懐かしいです ね、 ね、なんか急に振って湧いたようにコラボをしてるけどもあ、何ですか、あ、忘れてた、スローモーション、フィールチャンネルへようこそですよ。はい、ようこそ、今日3人でお送りします。あのディーラーさんとかで売ってる福祉車両っていうと結構ミニバンタイプとかだったらお尻がシューッと下がってスロープシューッと出てくるっていうような感じなんだけど、やっぱり狭い、どうせやるならこれワンボックスカーよねっていう、はい、ワンボックスカーってやっぱりこのハイエースとあとキャラバンと結構カスタムが主流な、もう改造してなんぼの車っていうところもあるので、この福祉車両を自分なりにカスタマイズできますよって出しているのがハピネスラインでございます。ハピネスラインです。おかげさまであの今年の頭からカタログも作り、はい、いろいろ動画も配信してやってきましたが、はい、前年比5倍の売り上げでございます。5倍、あの予約がめちゃくちゃ入ってます。ただ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 、年明けからハイエースがずっと止まってる状況の中で予約いただいてるっていう状況の方がまだ、まあ、これぐらいいらっしゃいます、ね、はい、これぐらい結構多いんですね早くハイエース再開してほしいね。そうですね。で、その中でも意見として頂戴している中で、まあ、大きいボディももちろんなんですけど、やはり駐車場の問題とかで、うん、この4ナンバーの大きさ、小型の乗用車の枠の大きさでなんとかできないもんなんかというお話が、まあ、結構一定数いただいてたので、キャラバンってハイエースみたいなワイドのミドルルーフっていうあの一番僕らが作りやすいあのスペックの車っていうのがないんですよ、うん、なんかキャラバンで作ると思うと、もうあのデモカー作りましたあのハイルーフのやつか、うん、これかっていうところでね、あの昇降するところのまあ車椅子が入っていく窓口のその寸法っていうのはこの標準ボディでも担保してる、クリアしてるっていう、なので作れると。すごい。まあ今日はその辺のクリアランスも、まあ、前回ちょっとね後ろだけその車椅子の要件の部分だけできた時に、ね、動画紹介したんですけど、うんうんうん、やっぱりドレスアップしたなんぼなんで、今回はキャラバン の、 あのリミテッドパッケージです。おリミテッドパッケージ、うん、と合体させた状況でどういう車に仕上がったのかというのをご紹介できたらと思いますので、はい、気になる方は最後までチャンネルはそのままやで。ではまずリミテッドパッケージからちょっと紹介していこうと思いますね、はい、まず外装からいきます、はい、フロントフリッパーのね3分割のやつを作りましたよって言ってたでしょ、うん、やっと第1号つきました。お今まで3分割ってこのカーボンタイプしかなかったんだけど、はい、FRP の3分割になっております。でこれがまあコンプリートカーとして販売する車両についてくるというものになるんで、ここが分かれ目がね、うんうんうん、あれでしょ、 3分割のところ、ネジでどこが3分割、こうこうこうです。ここが3分割です。で、あのお色今回は KAD、 ダークメタルグレー、よく言うガンメタ、聞いたことある、出してましたね前の動画。そうガンメタリックのお色になるので、こちらはオプションカラーではなくパールも何も入ってないただのメタリックでございます、うん、
ただでもそれでも色はかなり綺麗です。うんうんうん、うん、あのパールやとなんかちょっと汚れが目立つかな、黒やったらなんか傷が目立つかな、間があります。めっちゃいい、はい、落ち着いて乗りたい方はそうですね、ガメタが一番おすすめです。まあオプションカラーしてるあのキャラバンはまずお値段が6万500円、プラスコロンってこすった時の擦り傷が自動で修復するっていう。そんなあるんですか。スクラッチシールドっていうのが強制オプションで11,000円。強制オプション、はい、全部で71,500円かかってくるよという、うん、正直なんか一貫わかへん。変わんない、あんまり。あのちょっと傷つけて見てみようかなと思うんだけど、うん、怖い怖い、治らんかったどうしよう。ただね、塗装の鉄板をこう自分の爪でカリカリした時に比べると若干、これ何も入ってないんで結構ツルツルしてるんだけど、ちょっとしっとりしてるね、オプションカラーのタイプって、うん、だからクリアの塗装の膜が柔らかいって言ったらええのかな。詳しくは日産の技術開発部にどこ中地さんも全然関係なかった。フリーダイヤルでかけれるかもからない、うん、全然関係なかった。でそのスクラッチシールド注意してね、あのこの鉄板の部分にしかかかってません。バンパーにはついてないので、結構あのこんなん言ったら怒られると思うんだけど結構ケチです。前と後ろのバンパーにはついてないんでね、樹脂の部分にはついてないのでご注意よっていうところを踏まえると、じゃあもうついてないオプションカラーじゃない色で安く買ったらいいじゃない。そうですね、こういうガンメタもあるよと。日産のもうエンブレムもかなりおしゃれになってきて、真似したのかフィールのプレートもロゴが細い感じになってね、おしゃれになってあるんですね。まあ前はこんだけですわ。ヘッドライトもフォグランプも全部 LED です。うんうん、日産はLED ヘッドランプがもうこのグランドプレミアム GX は標準装備。ウインカーのオレンジ色のねバルブ以外はロービーム、ハイビーム、ポジション、これ全部 LED です。標準で LED です、ね、標準です。ワゴン GX とかマイクロバスとかいうワゴン系を買う方はメーカーオプションとしてつけないといけない、うん、もしくは、これのグレードの1個下の普通のプレミアム GX は、うん、LED ヘッドランプはメーカーオプションです。これつけるだけでそのオプションがもう66,000円とかなんで、なんやかんやオプションつけるぐらいのことを考えたら、初めからグランドプレミアム GX で一番上級グレードを買っていただく方がプラスアルファの要素もあるんで、メーカーオプションだけでなく内装の装飾の色とかそういうところも上級っていう風になってるんで、まあ、その辺もいいんではないかなと、うん、サイドミラーのこのメッキの部分もダークメッキっていう、おーダークメッキ、うん、グランドプレミアム GX だったらなってくるの でなおかつキャラバンはもういつも言ってます、ウインカーミラーが標準装備っていうのでね、はい、おしゃれね。もうこれだけでちょっとなんか高級車っていうところなんで、うん、ハイエースにも実装はしてほしいところやろうけども、あそっか、ついてないんでしたっけ。そう、ついてないから社外品のウインカーミラーをつけるっていうのがハイエースは多いんだけど、わあ、手間、うん、手間なんだ。こっからこう配線通してって大変。でも普通に今のウインカーミラーつけようと思ったら2時間ぐらいは軽くかかるんで、ね、うん、ナビつける時間と同じぐらいの時間かかっちゃったりするんでね、まあ、これ楽、それが楽、キャラバン楽ですわ、うんうん、で横行きます。かっこいい、横行きます。でバイザーがカラーバイザーついてます。せーそろそろ誰かピンク色とかつけてくれへんかな。それ毎回言ってます。初めて見た方にもちゃんと説明していきましょう。カラーバイザーというものでして、はい、黒の他にブルーとピンクと3色あります。ピンク、はい、ありますんで、あの、まあ、1回の動画で流せやっていう、こうコメントが来たら1回紹介しようかなというところも。腰下足回りです、はい、で本来あのリミテッドパッケージですとローダウンというのが標準装備になるんですが、高いです。高いです、うん、高い。今回はハピネスラインでね、福祉車両っていうところもあるので、うん、車高を落とさず、うんうん、カスタムしようというコンセプトでもとやったんで、ローダウンはしてません、はい、ただあのショックアブソーバーはついてます、はい、でホイールもこれハーツさんのガンザーの、あ、こことこことよう似た色ですわ、ガンメタです。ガンメタです、うん、ホイールもガンメタで、はい、あのボディとよく似たお色になってます、うん、かっこいいです。これもまだもうちょっと先かなとは思うんだけど、前にちょっとちらっとね言ったことあるんですけど、ホイールキャップを新しくしようかなっていう話
なっておりますのでね、出てきたら胃の一番に紹介しようと思うんでね、楽しみましょう、はい、楽しみにしておいてもらったらと思いますよ。結構雪道も行けるんですか？唐突な質問ですね。雪道、あ、まあ、車高落としてないんで、うん、チェーンとかネットとかね、こうはめてもらっても大丈夫です。スタッドレスを踏み込んでボンバーンと入れてもらっても十分、ノーマル車高なんで全然 OK というところなんで、まあ、これから結構声は上がってきてるんだけども、うんうん、スタッドレスタイヤこの辺もちょっと今とある業者さんとかでね、ちょっと安く入るものがあったりとかするんで、うん、ちょっとまあモニターキャンペーンとかも一回やってみたいなっていうところもあったり、いいほんまもんの雪道北海道とかああいうところでってなるんだったら、はい、まあなんだかんだ言って僕の経験の中ではブリザックが一番強い。ブリザックが、うん、ブリジストンですね、うん、あのスタッドレスが一番最強と、やっぱり一番お値段も高いので、うん、そこまでそんなあのめちゃ積もりのところの雪道走らんので、ちょっととりあえず高速道路とかで規制入ったら怖いからスタッドレス持っとこうかなっていう方に関しては、ちょっとでも安いものでもご提供できるんじゃないかなっていうところもあるので、うん、まあ、今後また発信していくんで、はい、温かく注意深く見守っていただければと思います。でタイヤは今回あのゴリゴリのタイヤではございません。グッドイヤーのナスカです。はい、来ましたよ、はい、フロント周りで、あの結構今この状況だからこそある案件なんですけど、はい、もうハイエース遅えんだったらキャラバンでいいやと、うんうんうん、で特にディーゼルターボ、これが今キャラバンにはその三菱製のディーゼルエンジンが積まれております。三菱のディーゼルってまあ、ね、あの代表的なデリカとか、ああいうところでやっぱり一定の評価があるというエンジン、ね、まあ、ちょっと別系統のエンジンにはなってくるんだけれども、今回キャラバンに新しいディーゼルエンジン その三菱製のエンジンが積まれたというところ で何がそのハイエースよりいいのっていうは、うんうん、パワーやると思った。じゃないですよ、あの、まあまあ、パワーなんですけど、はい、馬力とトルク、うんうんうん、馬力でもキューンっていく、キューンっていく、そんなに違うんですか？トルクってこうキューンっていく、うん、どのくらい変わる？今現状のハイエースの GD エンジン 2800cc です。こちらがディーゼルターボ、もちろんターボついてるんですけど、あのトルクでいうと300ニュートン、このキャラバンのディーゼルエンジンが370ニュートンなんです。お、70ニュートン上だ。トルクでもその登っていく時の力強さっていうところもあるので、うんうん、やっぱり山道とかそういうアウトドアとかでね、散策する時にストレスないようなっていうところにはなるんだけど、うんうん、それがまあやっぱり一番いいよねと。実際乗用車として乗るんだったら不向きです。なぜならトラック張りの音です。音がガラ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 っていう、エンジン音が、かたやそのハイエースの GD エンジンっていうのは非常にガソリンエンジンに近いぐらい静かです。特にアイドリングの音になると、聞き分けできないぐらい静かです、うん、そういうのもあるんで、まあ、ハイエースはリセールがいいからリセールがいいからって言うんだけど、いつまで待てばいいかわからないっていうと、うん、結構この辺のクラスの車買いはる方って今もうシニアの方が非常に多い、うんうん、40代半ばから50代とかっていうところになると、もう最後の車でええかなと、もうここ向こう10年乗れたらいいやっていうところで乗り潰す目的でっていうところになると、うんうんうん、特にリセールの話は関係なくなると。確かに。であとちょっと聞いてて面白いのが、なんかハイエースって、なんか若い人がいっぱい乗ってるやん、かぶるやんっていう、あ、イメージ、ちょっと外れたところの車を乗っときたいっていうところあるかな。ただもう今キャラバンそういう流れでクーッとハイエースから流れてきちゃってるんで、めちゃくちゃ売れてます。特にやっぱりそのディーゼルエンジンがめちゃくちゃ売れてて、今ねもう最大でねガソリンが一番長いんだけど、その人気のあるところは日産今増産入ってるんで、7ヶ月待ちぐらいです。お、7ヶ月、うん、ガソリンはかたや新規で発注すると今9ヶ月っていうところまで伸びてるんで、来年の春を超えてもう夏やと、本当ですね、いうところになっとるんで、今我々もかなりのキャラバン、あの台数バックオーダー入れてるんで、うん、今のうちですわ本当に、うん、もう年明けちゃうと最悪あまりにもそのオーダーが入りすぎるとオーダーストップっていう、うんうん、その向こう1年ぐらい作る量を担保しちゃったら、いやもう次マイナーチェンジ挟んでるんでちょっと受注止めましょうかっていう風に
まあ、今 の, そのトヨタ車とかであるようなところと同じような環境になってくると非常に発注が危うくなるというところなんで、まあ来年ぐらいに乗り換えようかなって思ってはった方は今動いてくださいというのはちょっと啓発していこうかなというところではあります。急がねば。で、そのディーゼルのトルクが非常に達者っていうのと、あと 4WD ですな、キャラバンの 4WD、 もちろんそのディーゼルターボでしか設定はないんだけれどもパートタイムです、うん、では2駆と4駆と切り替えができますよ、うん、もう便利。下道普通にもう街乗り普段使いの時は2駆にして燃費を抑えましょうっていうところと、まあ、山道登っていく時に 4WD にして、まあもちろん雪道もそうなんだけど、雪道4駆にするだけで結構走ったりするから、すごい、うん、それにスタッドレス挟まったらもうすんごいことになる、最強の車になる、うん、非常に安心。めっちゃいいですね。で今回そのハイエースのマイナーチェンジっていうのが、うん、ディーゼルエンジンがそのトルクが 10%、 10% 向上してきますよっていう、先ほど申し上げた300ニュートンっていうのが330ニュートンで新しく出るっていう情報まではチラッと聞いて、なんでそんな改良したんってなぜですよ。なぜですか。今なんでキャラバンが売れてるって、エンジンの性能がいいからっていう、今までそこまで大きな改良をしたって、まあ、ディーゼルのそのもちろんエンジンの型式が変わってきたっていう経緯はあるんだけど、ほとんどがそのエコカーとしてのエンジン の, その環境性能の対応っていうところでエンジンが変わってきたっていうところはあるんね、うん、前からその KD エンジンで、この新しい、ハイエースの GD エンジンっていうのが3回ぐらいですね、 2KD、1KD、GD1 ですね、こんだけエンジン変わってきたんだけれども、あからさまに同じエンジンでトルクを上げてきたっていうところがあるんでまあ若干意識はしてるんちゃうかなとは思っちゃったりしますね。かなりめちゃくちゃ話はそれましたが、はい、まあ、そういう経緯でキャラバンを選ばれる方が多いですよというところ で、ね、キャラバンのこの今これまあローダウンはしてないんだけれども、椅子の高さが僕の腰より高い。これ4駆ですかってよく聞かれるんだけど、ベースはガソリンの2駆です。ガソリン車はもう2駆しか設定ないんで、ガソリンって言った時点で2駆なんですけれども、もうトラックかっていう。確かに。おそらくあの、ね、車屋さん御用達 の, あの積載車トラックとかと同じぐらいの感覚で、あれよっしゃっていう感じで乗ってくるんで、非常にこのシートポジション視界の高さっていうのが、うんうん、ハイエースより高いです。ぶっちゃけメーター周りも結構こう下にラウンドしていって下まで結構見えるんで、非常にやっぱりトラックみたいな乗り味。ハンドルもこれね、よくあの足当たるからって言ってこう D スポークでこうここがカットされたようなね形になってるんだけど、まあそんな当たることはないんだけど、一応ここまでは変わるんだけど、一番下にしても、そうなんですね、めっちゃ便利。あのラガーマンやったら当たるかもね。お相撲さんとかね、太もも大きい方に調整できます。調整もできます。前後のスライドもこうします。見晴らしがやっぱりいい。その分ローダウンしないと乗り降りがちょっと大変かなっていうところは、まあもうどの車でも一緒です。このエンジンがシートの下にマウントされてるっていうものになると必然的にこの位置が高くなりますんでね、ミニバンっていうわけにはいかないというところですわ。今のうちから車ね探してる段階からあの筋トレして鍛えておいてください。こうそのためにこう乗れるように、慣れてくるともうよいしょったって一回でこう自分の座れるポジションまで持ってこれるんで、初めやっぱりよいしょ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 って、うん、女の人が大変かもしれない、うん、かもしれないね、まあ、よくあの後ろ振り返ったらめちゃくちゃ長くてこんな大きい車やだっておっしゃるんだけど、まあ運転支援の装置とかねいろいろついてるので、うん、まあ、確かにあの怖いかもしれないけど もうこれどの車にも言えることなんで慣れてくださいというところですね、はい。で装備的なものの話をしていくと、はい、まずはナビゲーションが7型のフルセグ SD ナビですね。 SD カードに地図データが入ったものっていうのになってます、まあ、この辺も一般的なものになってくるんだけれども、 Bluetooth のハンズフリーで Bluetooth オーディオ、うんうんうん、この辺全部できます。テレビも見れます。で DVD も見れます。あとはもうちょっと画面も足もこんな画面ちっちゃって見れへんわ、文字見えれへんわっていう方はあの10インチ11インチパナソニックとアルパインからねフローティングナビでこうタブレットがこう飛び出したようなナビゲーション、うんうん、
売ってますので、その辺の拡張は随時 OK ですよと。はいはい。で、まあ、ナビがついてるってことは音楽聴く、音楽聴くということは音質が良くないといけないね。あのワンボックスカーって非常にあの外の音が伝わりやすい。なぜなら外装板と内張りとの隙間に何もないっていう、うんうんうん、もう外の音がそのまま出てくるし、中で音を聞いとってもそのまま外に漏れていくしっていうところがあるんだけれども、これスピーカー、ここ大きいスピーカーここに入ってます、はい、でこれのスピーカーをまずアルパインに変えますよと。うん、ここが中低音、うんうんうん、まあ、低いとこからちょっと高いとぐらいのところまで、うん、で人の声みんなちょっと高い声になってくると、ツイーターっていうところここに音が出てくるようになりますよと。うん、今こう分け分けして音出すっていう風にこのスピーカーになってるんで、こうすることによってこのシートポジションから人の声が結構聞こえてくる、うん、音楽、まあ音ドン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 とかっていうようなリズムとかの音は下からこう上がってくるすごいっていうので、結構音が聞き取りやすくなると、うん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 、なのでこのスピーカーがリミテッドパッケージには標準装備されております。で今回、まあ、オンダッシュで、ね、ツイーターついてるんですけれども、もうちょっとスッキリさせたいわって方は、まあ、社会品他のメーカーさんとかでね、ここの A ピラーにツイーターをこいつを仕込めるようになっているものっていうのが売られてるんで、まあ、そういうので、まあ、スッキリさせていただいてもいいのかなというところでございます。はい。であとはまあ ETC が標準装備になってるよと、うん、オーディオ周りフロントは取り急ぎ、そんな感じです、はい、でここに見えますのはセンターコンソール、はい、センターコンソールのバージョン2がまあキャラバン標準になってます。標準装備、まあ、今回はね、シートの生地が非常にスタンダードな黒のシートカバーになってます。で、まあ、それに合わせてコンソールの蓋も、まあ、シンプルなステッチっていう、うん、シンプルで、ここも黒のメラミンが貼ってます。革しぼと呼ばれるね、レザーに近い模様の木です。うん、木の、うん、木です。全然作ってます。セットあのここや、あまりここ全部グレーやと味気ないんで、アシストグリップカバーっていうのでね、こういうものをついてます。標準でついてる。そうです、マジックテープで結構強力についてますな。すごい、結構強力。面ファスナー言うたね、この間ね。ハーツのちゃんとロゴも入ってるので、まあ、あの黒も赤も2色あるので、まあ、ちょっとここら辺ピンポイントでアクセントつけたい方は赤でもいいのかなっていう感じでおます。で、あとフロアマットね、これ 3D マットのブラックがついております。いいですよね、これ。これ外して水洗いしていただいて。可能ですか？可能です。次あの2列目に行きたいと思います。はい、お願いします。と言いたいところなんだけれども、はい、何ですか？あの後ろは次週お楽しみという形 で、ね、さよなら。ちょっとさっき終わり方が大変、私もべしゃぐりが長すぎて後編を分けて使うっていうことになりましたんで、んあの次回メインのリフトの部分になっていくと思いますんで、一応今回はリミテッドパッケージの部分をちょっと紹介したっていうところで、はい、あのこの動画がねいいなと思いましたならば、来週の分も踏まえていいねしてください、はい、前倒しで来週の期待見ます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いしますね。はい、来週が本番なので、ちゃちゃっと終わらせてちゃちゃっと次撮りたいと思いますのであのまた次の、ね、動画でお会いしましょう。はい、また、See you 来週 See you Next week See you バイバイ。